エンサンオリコ。うえ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 。ビデオなるし。さすがモンバン。ここに背中の人を。じゃあ10秒後に3。めっべ。じゃあ、いっか。いっか。渋滞しとるわ。こんね、インポスターね。オレンジ。今日、インポスター来ないなって思った人は、ぜひ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日インポスター来たなーって思う人は、チャンネル登録しなくていいですけど、今日インポスター来ないなーと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よーし、もう、来た。もう、ゆいさんが、ゆいさんがエレクトリカルの弁当を使って、出ました。見ました。入る瞬間を見ました。自分はどうした？黄緑でした。夏目さん、マジか。え、私、え、夏目さんってエレクトリカル一緒にいましたよね。一緒にいないです。自分が入ったタイミングでもう、もうこれはね、後から出てきましたよね。なんか無言の投票が皆さん早いです。高田さん最速だった。状況を分かりたい。誰と見間違えてるんだ。私、すれ違ってると他にいると思うんですけど、はい、リアクターで最初夏目さんと一緒にいて、その後ロアエンジでもう一人見かけて、はい、でそこからエレクトリカルに行ってるんですけど、弁当入ったとしたら、そこの証言全部いらないですね。ゆいさんとエレクトリカルの中で一緒にいたっていう証言が取れないと、ゆいさん弁明ができないです、そもそも。私はどっから、エレクトリカルの中にはいたんですよね。うん、エレクトリカルに入ってまして、はい、夏目さんは私がどっからベントできたと思ってるんですか？エレクトリカル、ベントに、エレクトリカルのベントの中に入る瞬間を見ました、自分は。エレクトリカルの中に、それ誰かと見間違えてるよ。いや、絶対私はゆいさんだった。黄緑、絶対黄緑じゃないよ。じゃあ夏目さんに一個質問していいですか？夏目さんに一個質問していいですか？なんすか？目玉焼き乗ってました？目玉焼きじゃなくて黄緑が見えた。いや、待って、黄緑と見間違う色って何色？いや、あれですよ。多分センターさんの頭に乗ってるやつじゃないですか。あれ黄緑ですよ。いや、絶対ない。センター待って待って待って、夏目さん普通に多分見間違い。いや、違う、本当に違う。でもエレクトリカルにいたんですよね。現在センターさんの位置をじゃあ払ったらいいんじゃないですか。センターさんの頭に乗ってるやん。いたけど普通に弁当入ってないから、だ、え、私エレクトリカルに、センターさんはウェポンズで見てる。多分もう一人いたから3人いたから間違ったんですよ。緑がエレクトリカルにいるっていうのはゆいさんしかないですね。もう私と夏目さんがいたのは見えてたけど、弁当がもう仮に開いたんだとしたら、私タスクやってたから見えてないんですよ。すごい殺意してるゆいさんに。人類がゆいさんにいると。私タスクやってたから見えてないから、ちゃんと見て。マジかよ。ちゃんと見た。ちゃん嘘だったらすげえけどな。殺されそう。いやー、怖い。あんねー、さすがに他の人の位置洗ってもいいけど、黒ってことはなさそうですね。シュッ、嘘ついてるはない、ね、見間違いはあり得るけど、とりあえずちょっと置いてもなさそう。黄緑が出ねえからな。ビリティ
カメラ。カメラだけ。うん。下。キルクールタイム的な意味で押しておきます。はい、あーナイスでーす。なんか安田さんミュート。あ、すいません。ありがとうございます。ウヒさんで落ちてそうですね。ウヒさんで落ちてそうですね。さっきの投票やばかったですね。インポスターにすら見捨てられた。まあでも状況的に、うん、見捨てないとあれだったのかもしれないですね。いやだって匿名っすよ。そういう。まあまあ匿名だけど。まあさっきの段階で多分他の人に1票入ったら多分その人が白くなっちゃうとかそんなこともないか。いやスキップすりゃいいんで。ああ確かに確かに、うん、すいません特に話すこともないです。まあ一応まあ一応ほぼユイさんが人狼だとは思ってる、インポスターだと思ってるけど、一応ユイさんが落ちてない過程では進みます。うん、あ夏目先生は多分一郎落ちてる前提でいいと思うので、まあ自分は確定なんで、そう、夏目さんも人間だと思ってるし、うん、ユイさんもインポスターだと思ってるんですけど、一応なんかさっきの票数が怖いので、はい、二郎前提で動きます。現在センターさんとの見間違いもありえないんですよね。センターさんありえないですよね。上だった以上、しかもゆいさんがエレクトリカルにいたってもう自供しているので、まあそれはそうですね。自分の証言としてはエレクトリカルの弁当とにセンターがいるって見たのって誰でしたっけ。黒川が見てます。はい、僕初手メッドベイです。そうですね、メッドベイ今もう街なんかめっちゃ列ができてたから、シングルジさん、私、ヤツハで先端で多分列できてましたよね。そうですね、諦めたタイミングで最速でウェポン向かってウェポンのタスク中になったって感じです。あ、投票さしたタイミング洗いたいんですけど、ゆいさん最初に投票したの竹尾さんだっけ。いや、高田さん。高田さん。高田さん、竹尾さんって自分だっけ。高田センター。高田センター。あ、そっか、竹尾さんなんか早いイメージ。私、4番目ぐらいに入れましたね。めっちゃ引っ張りましたよ、自分は。まあ、高田さん、センターさんあたりまではないのかな。私に入ってる。あれあれいや、自白はそんなに白くない。やるんだよ。もっと押されやすい環境を作れ。自ら押されに来い。石の茶色。あ、やめよ。おしゃれにここね。おお、すげえすな。いやー、出ない。向きによって。めちゃめちゃ平和。それは 100% ユイさんが黒。今さ、私さ、夏目さんがさ、アドミンの左下から出てきたことにびっくりして押しに行ったんですけど。そう、自分も見たんだけど、さすがに、自分に違うと思う。それは、何のこと弁当からですか。そう、弁当から出てきたんかと思って、待ち合わせって。いや、別にアドミン見てて、
タスク終わったんで暇だから弁当の上に突っ立ってました。なんでだよ。本当に悪いことしないでくださいよ。焦ったじゃないですか。サイコパス多すぎる。なんでゲンさん。ゲンは終わったのでタスク終わったのでエレクトリカルで万人してます。はい。あ、ジングジもタスク終わりました。これからもうやめます。やめてほしい。クレイジーだな。私まだ終わってないな。本気でびっくりして押したけど、あれ夏目さんじゃん、違うじゃんって思ってボタン無駄にしたっていう。さすがにね、違うと思うよ。夏目さんプロなら、ゆいさんプロだったら、ゆいさんプロだったら、ごめんなさい、めっちゃ慌てて変なボタン押しちゃった。大丈夫、なんかまゆこさんひどい気するから大丈夫ですよ。ごめんなさい、もう本当に。なんかめっちゃ人間感あるんで大丈夫ですよ。いや、今回の電話でしたね。それ、まゆこさんの見てたタイミング、自分も見てたんで、気持ちはすごいわかるんですけど。むちゃくちゃびっくりした。めっちゃ村感情じゃないですか、そんな。え、でもね、俺、夏目の感情わかるよ。俺も弁当の上に立って誰かに見られない。なんでだ。どうして今日じゃないですか、考え方が。なんすか、その最高の話。なんか、見られたら疑うんだ。夏目さんに入ってるし、どういう感情なんだ。なんでみんなそんなことするの。ちょっと暇だから。暇だからって。やば。もう一度誰なんだ。もう一度誰なの。死んでもいいからおすすめるぜ。それ神宮寺さん。カメラ見てたよね、神宮寺さん。リアクターも直したし。煽りに行こう、源さん。ビデオなるし、さすが門番。私のタスク待ちだったんですね。誰がインポスターですかこれ。はい。前回の感じだよ。そうだよね。私殺されて終わりました。殺された方向にピーンってなりました。記念キルがしたかっただけです。いやもうちょっと今日私今日もって宇宙人狼引退させていただこうと。いやいや。本当に申し訳ございません。いやいや、あのめちゃくちゃ結果論になるんですけど、エレクトリカル私もいたんで夏目さん殺せばよかったんですよ私あれ。ああ。結果論になっちゃうんですけど。いやマジであのね、もう宇宙人狼史上最も愚かなインポスターとして宇宙のボトルになったんだよな。エロキルで弁当で捕まったことある。めっちゃいい。あれはなんかもう回避できないもんね。なんかはい、ちょうど入ったタイミングで自分が見たみたいな。あとなんか若干なんか動機ずれかなんかでいないと思ったら見られてるみたいなことも結構あるんです。私何度か経験してて。全体怖いですね、でプロ側は。まゆこさん、あの、船員であれやってたんですか。そうです。クルーメイトであんなことやってたんですか。あんな茶番やってたんですか。インポスターでやってましたよ。まゆこさんが一番死ぬだと思ってたの、途中まで。だから私はクロムさんに引っ付いてって、なんかクロムさんとか、なんかその白っぽく見てくれてる人についてこうとか思って、なんかいろんな人の後ろをこう、引っ付いてって、なんか。じゃあ殺せよ俺を。黒目さんに会えなかったんで、なんか見当たんなくて夏目さんしかいねえとか思ってずっと追っかけてた。終盤エレクトリカルの後ろまあみんな
大集合してて、あ、これ助かったーってなってて、すいません、遅くて。大三部だ。